こんにちは、ヘケケでございます。はいはいはい。カスティーラの実績フォーエバーゴールデン挑戦3話目です。前回は、フランスやイングランドを叩きつつ、ブルゴーニュ継承に成功。低地地方も抑え、オーストリアも同軍連合下に抑えました。今回はその続きから、残りのミッションをやっていきますぞい。こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。まずはミッションの状況だけど、前回までの段階で、だいたい半分くらい終わってるぞ。欧州の大国はだいたい叩いたから、その辺のミッションはあと少しって感じだね。今回は新大陸への入植をメインに、欧州の取り残しを取っていくって感じだな。そんなわけで新大陸へ、の前に4つ目のアイデア枠を解放したので、統治アイデアを選択したわ。領土管理限界が足りてないからな。早くコンプしたい。さらにスコットランド戦をやって、この辺りでちょうど国際的な優勢ミッション達成。その後ようやく新大陸に部隊を送りまして、まずは大きく育ったミスキートに宣戦布告。全土併合では兵。これによりミッション、スパニッシュメイン達成。さらに同軍連合のポルトガルがすでにラプラタに進出しているので、続けてラプラタの確率も達成したよ。で、同じ時期にイタリア進出も少しずつ進めつつ、トスカーナとロンバルディア周りの州がいるんだよな。カッチケル戦、キャプテマル戦とやって中央アメリカを徐々に北上、こっちも順調だ。そんな感じで進めていた1617年、この頃イングランドがスウェーデンの同軍開国になっていて、ちょっと面倒なことになってたんだけど、他の戦争でスウェーデンの同盟を切ることができたので宣戦布告。植民地引き継ぎのためにイングランドを完全併合したかったんだけど、欧州以外のイングランド領が見つからなかったので、仕方なく属国化したよ。これは兵の時に本国領と植民地領がわかるようにしてほしいよな。ちなみに所在のわからなかったイングランド本国領はここにあったわ。こんなの気づかねえよ。で、これにてイングランドへの侵攻ミッション完了。欧州方面のミッションは残り3つになったわ。イタリア領を取るやつが1つと、オーストリア、HRE 関係のやつが2つだな。イタリアはいいけどオーストリア方面は、請求権がつけづらい関係でなかなか手を出せないから、こっちは帝国主義 CD が解禁された後でもいいかもね。ここからは南米方面へも進行開始。まずは一番北の北を併合して、続いてムイスカ、カハマルカ、チムー、ワンカ、イチマを併合。で、全然関係ないけどこの辺で、東インドへの航海ミッションが完了したわ。モルッカを見つけると達成できるやつだな。この後イタリア方面を少し拡張しまして、再び南米でチャチャボや、チャルカ、クスコ、パカヘスト併合。これにより1640年、ミッション、インカの財宝を達成したよ。これでアンデス方面は一通り押さえたな。それからメキシコ方面を少し拡張して、再びイタリアへ。この戦争でベネチアから必要州を取って、オーストリア継承のミッションも完了したよ。このルートは残り一つだな。ここからアジアへ部隊を送って、フィリピンでの拡張も開始。まずはマイニラとセブ。さらにトンドとマギンダナを併合したんだけど、この直後に事件が発生したわ。なんだなんだ？元勲主が崩御して、オーストリアが同軍連合から離脱したみたいね。オーストリアが離脱って、関係改善してなかったのか？そういえばしばらくしてなかったわ。何やってんだよ。そんなわけで、オーストリアに即日宣戦布告。皇帝のバイエルンも絡んできて結構面倒くさい戦争になったんだけど、3年ほど戦ってなんとか勝利、オーストリアを無事同軍開国に戻すことができたわ。まあ大事にならなくてよかった。なあなんだよー、これはあ、今同軍連合組んだばっかりだぞ。3年ちょっとで君主が死ぬとかおかしいだろう。まあ死んじまったもんはしょうがないわね。てかこれ、今戦争したばかりだから、すぐには仕掛けられないのか。停戦期間が15年以上あるから無理ね。ついでにさっきの戦争の英意も残ってるから、停戦無視すると地獄を見るわ。なんなんだよこれ。
こんなのってないよ。まあ停戦明けまで待つしかないわね。というわけでオーストリアは置いといて、再びフィリピンとメキシコ方面での拡張を再開。1671年、スールーとブルネイから必要州を回収して、ミッション、フェリペの島々を完了したよ。これでアジア方面のミッションは全て達成だな。さらに1672年、アステカの征服完了。そして州とアステカを併合した1673年、ミッション、マヤの征服も完了したよ。ようやく中米も抑えたな。ここからはナワトル国家の残党狩りをしつつ、北米勢力への侵攻も開始。そして1679年、ようやく停戦が明けたので、オーストリアに再び仕掛けまして、今回も3年ほど戦って、無事、オーストリアを同訓連合下に収めたよ。今度はちゃんと関係改善しとこうな。で、再び北米で領土拡張したところで、1687年、ヌエバ・エスパーニャック王領のミッション完了。さらに同じタイミングで南米リマの交易中心地をレベル3にしまして、ミッション、ポトシの銀も達成したよ。1689年、国際的君主制のミッション達成のために、皇帝と同盟していない選定公と同盟締結。国際的君主制って、皇帝になって帝位の世襲を宣言の改革まで通すか、HRE を解体すると達成できるやつだよな。改革を通すのは大変だから、今回は HRE を解体する方向で進めることにしたわ。ということで、準備も終わったので宣戦布告。敵対してきた選定公と皇帝の人を占領して、ポチッとな。HRE 解体。相変わらず何の演出もないし、HRE 解体は地味だよな。で、これにより国際的君主制のミッションを達成したよ。よし、厄介なミッションが終わったぞ。ここからフランス戦でコロンビア領をもらって、たびたび襲われる植民地の戦争に介入しながら、北米領を拡張。その間の1699年、修道会をいくつか設置しまして、ミッション、原住民の整理と、グラナダ新王国を達成したよ。これで南米のミッションも全て終わったな。それから1707年、ミラノ戦でイタリアの必要州を確保。これによりミッション、イタリア征服も達成。欧州周りもほぼ完了だな。あとは適当に北米を拡張していきまして、1717年、要塞をいくつか建てて、ミッション、フロリダの要塞化達成。そして1732年、ずっとほったらかしにしてたポルトガルを統合、ミッションポルトガルの回復も完了したよ。残りあと一つ。その最後の一つなんだけど、ここに来て問題が発生したわ。何があったんだ？このカリフォルニアの植民地化ってミッションなんだけど、このミッション、カリフォルニア植民地地域に、修道会を設置する必要があるのよね。でも現在、この地域は旧ポルトガル領の植民地と、もともとスペインの植民地が分離している状態で、その両国の国境線にある地域が分離されて修道会が設置できない状態になっているのよね。え？これどうすんの？それでこれ、いろいろ調べた結果、再度征服して一つにまとめるしか方法がないらしいので、旧ポルトガル領のカリフォルニアを解放。速攻で仕掛けて全土併合しまして、中核化が終わったところで修道会を設置。なんとかミッション、カリフォルニアの植民地化も達成しまして、1735年、無事、フォーエバーゴールデンの実績を達成できました。いやー、最後のカリフォルニアのミッションがうまくいかなかった時は焦ったけど、なんとかなってよかったよかった。ってことで、タイムラインを見ながらいつもの反省会。まずは今回取得したアイデアだけど、探検、軍用、牽制、統治、構成と取って、探検を情報に変更。それから人文、軍出と取ったよ。スペインはミッションの関係で新大陸やアジアなんかに行く必要があるから、序盤は探検アイデアが必須なんだけど、NI に入植者があるから、途中で切り替えても問題なかったな。探検は優先的に取りたい州を取ったら別のアイデアに変更って感じでいいかもね。それで今回の実績だけど、属国に植民させる際は少々注意が必要ね。今回最後のミッションでつまずいたしな。
スペインのミッションには修道会設置が必要なものがいくつかあるけど、修道会は地域ごとにしか設置できないから、属国に植民させる際は地域が分割されないように注意した方がいいわね。メキシコ、コロンビア、カリフォルニアあたりは特に注意だな。といったところで、今回はこれにて終了です。初めての大国プレイ、学びが多かったですね。小国プレイではわからないことをいろいろ知ることができました。やっぱり定期的に大国もプレイしていかないとダメですね。それで次回ですが、少し小ネタをやろうと思っております。一応 EU4 の解説的なものになるのかな？それでは、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。